一人で握ってた時期結構長かったんで、相当の数握ってると思います。計算しますか。1500を300日働いたとして、1、10、100、1000、万、10万、45万個、50万個くるぐらいですかね。本当におにぎりって塩と海苔とご飯だけのものなので、でも主役はご飯なんです。で、そこに海苔と塩がご飯の主役を殺さないような、あまり個性的でないものがちゃんと寄り添ってくれたら美味しいおにぎりになると思います。1日のお米の使用量は30キロから多い時で60キロ1俵と言います。1俵使います。最初はその定番というおにぎりでしたね。鮭とかたらことか昆布とかおかか、意外と時間経っても美味しいというのがおにぎりの定番でしたけれども、今は違います。今はもう何でもおにぎりの中に入れます。お水と油以外でしたら何でも入れます。ボンゴという店名よく聞かれるんですけど、亡くなった主人がおにぎり屋の前はドラムを叩いておりました。それでボンゴという太鼓の名前が遠くに響くようにボンゴという名前をつけたそうです。私がおにぎりを初めて作ったのは35歳ぐらいの時だと思います。学んだのではなくて、職人さんが急遽いなくなっちゃったので私が握らなきゃいけない状態になりました。おにぎり1個作るのにそう時間はかけません。多分何秒の世界です。ボンゴはどのようなおにぎり屋って、普通のおにぎり屋だとは思いますけれども、60年の間に少しずつ少しずつ変化はしてると思います。形は変わらないんですけれども、マヨネーズが加わったり、おにぎりの中に肉を入れたりということはもう昔ではとても考えられないことですけれども、お客様が今何を食べたいのかなということを考えながら、少しずつ少しずつミックスの進行、乃木坂ですね。2000、はい、ボンゴで現在ボンゴでは12、3人のスタッフがおります。その中で握る人が3人、お客様の続く限り釜は2つなんですけども、ずっと炊きっぱなしで、もう休む暇なくずっと作ります。朝開店11時半から24時までずっと続けます。これはおにぎりを5個まで作れます。でもこれは2つあるので一度に10個まで作ることができます。365日水につけて乾かない状態にしとくことが大事ですね。で、あと大きな釜でご飯をすくいますので、こっちに打つとこのヘラを使います。あと夜の職人さんは型も使わないです。ここでただ本当に素手で握っていきます。お客様がどのような方と言いますと、最初のおにぎりボンゴは地元の方でした。お昼はサラリーマンの方、夕方はお子様を持ってらっしゃるお母様とか、そういう方が多かったですけれども、メディアに出るようになってからは遠方の方もいらっしゃいます。アジアの方、ヨーロッパの方、アメリカの方、それぞれもたくさんいらっしゃいます。私は新潟で小さい頃を過ごしました。普通に元気なやんちゃな子でしたが、母の愛情の美味しいご飯だけは毎日お腹いっぱい食べてました。私のおにぎりの中の心の中のおにぎりは母の作ってくれたおにぎりなので、いつもそのこの辺に母の顔が出てきちゃいます。そういう気持ちで食べてますので、いつもなんかおにぎりは全部母のおにぎりになってしまいますね。私が東京に出てきた時にあまりにも美味しいご飯がない、でその時にボンゴを私がお客さんで知りました。それから毎日おにぎりを通って食べて食べて食べ続けました。なぜお客様が3時間5時間待つのでしょうかというのは、私がお客様にお聞きしたいところです。今日ボンゴを来るのは初めてです。アイドルが好きで、アイドルの番組で
こちらに訪れてるのをたまたま見たので、友達と休日があったので今日来てみることにしました。ここはいろんな組み合わせとかのおにぎりがあるって聞いてるので、普段食べないような例えばカレーと牛すじのおにぎりだったりを食べてみたいです。普段一番好きなトッピングはシーチキンですね。今回はイクラとか、それから、まあ、鮭もありますよね。それから高菜を、買いたいと思ってきました。時々食べていたんですけれども、テレビの放送を見まして、従業員に食べさせたいなと思ってやってきました。大変お待たせしております。なぜおにぎりが愛されるかというと、おにぎりは愛する人のために心を込めて作る食べ物だからだと思います。おにぎりの大切な存在は主人亡くなってからです。それまでは仕事でした。おにぎりはで、主人亡くなってから主人の介護をしなくてよくなった時に、私にはこのおにぎりに対して何ができるんだろうと考えた時に、生涯おにぎりと関わっていこうって心で決めました。どのような、私にとっては、もう私の人生すべてです。